皆さんこんにちは。今日は最近買った糸のご紹介をします。前からずっと気になっていた糸で、マニラヘンプヤーンの業務用を購入しました。こちらが507番ストロー、ナチュラルカラーですね。こちらが525番のグレー、あと真ん中は510番ブラックになります。楽天の毛糸のコーダさんで3256円で購入しました。このナチュラルカラーがなかなか買えなくて、毎日チェックしてやっと買えました。品質は植物繊維マニラーサ 100%、 重さは約 200g、 糸の長さが約 500m、 かぎ針サイズは6号から8号が適しているそうです。それでは早速開けてみましょう。これ動画だと伝わりにくいですが、かなり大きくて重みもずっしりあります。アミアン、エコアンダリア、コットンラフィア、これらと比べても大きさがダントツですよね。お値段はしますが、さすが業務用サイズ。口コミによると結び目がないとあったので、そこもかなり気になっています。はい、糸を広げるとこうなります。わかりやすそうな黒で広げてみました。ちょっとこう透け感がありますね。こんな感じで手が透けて見えますね。広げた時の幅は 2.7 ミリくらいかな。触った感じはアミアンに似てるかも。ちなみにアミアンを広げるとこんな感じです。なんとなくですけど似てる感じがしますね。比べるとアミアンよりマニラヘンプヤーンの方が太いですね。アミアンは 2.23 ミリ。こちらはエコアンダリアとコットンラフィア。どちらもちょっとこう、なんだろう、テリテリ感がテカってる感じがするんですけど、そういったテカリ感はマニラヘンプヤーンにはありません。太さはね、やっぱりエコアンダリアが圧倒的に太い。エコダリは4ミリ以上、4.2 ミリくらいかな。こっちはどうかな。コットンラフィアは 3.5 ミリくらい。太さはエコアンダリアが圧勝です。比べるとこんな感じですね。こう見るとマニラヘンプヤーンは細い方になるのかな。
最後までご視聴ありがとうございました。少しでも何か参考になると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。